久保さん。まあ、空気は吸うもの。でいいんじゃないですかね。<laughs> まあ確かにね、KY だったら空気が読めない。なんかありましたね。空気は吸うもの。今日朝4時起きですね。早いな。<laughs> 昨日ね、7時ぐらい寝たんですよね。<laughs> 7時半だったかな。 早いっすね。<laughs> 何なんでしょうね。もうなんかなん、やっぱ朝早く起きると、ね、夜寝れますね、うん。そう、でもね、なんかね、いろんな夢見ましたね。めちゃくちゃいろんな夢見ましたね。まぁ、あ、ちょっとね、今回は、あのー、 ぶっ飛んだ話というか、宇宙、宇宙的な話をしようかなと思うんですけど、あの、時代は繰り返すっていうね、まあ第一次世界大戦、第二次世界大戦、で第三次世界大戦が、まあ来るか来ないかわからないですけども、まあ時代はね、本当になんか色々と僕は繰り返してるんじゃないかなと思うんですね。うーん。 ってなんだろうな。うん。昔、その、まあ、この億万長者あ合宿がね、始まった、その、理由が、ま、あ本当エホバの証人さんなんですよね。<laughs> で、ま、あそのエホバの証人さん、まあ、イエス・キリストかなな、なんかその、エデンの、その、みたいな、なんかその、アダムとイブか。 アダムとイブで、がいて、みたいな。で、知恵の実をなんかた、リンゴを食べて、そのなんか、なんだっけなんかそういう話があるじゃないですか。リンゴ食べちゃいけないよとか、な、蛇、蛇が出てきたりとか、なんかあると思うんですね。で、昔はなんか永遠の命というか、その、まあすごく平和だったみたいなね。なんかそういう物語、神話みたいなのがあると思うんですけど、あれね、僕ね、あの、 向こう最近思うことがあって、あの、昔はめちゃくちゃ文明がね、あの、今の100倍ぐらいの文明があった、あって、で、まあ時代は繰り返してるので、なんか最終的にまあ今、どんどん AI が出てきてね、ロボットがロボットを作り、このロボットが人間を作るみたいなね、テクノロジーが うん、生命を作るみたいなね。まあ、久保さんも不妊治療のこと言ってましたけども、まあ、どんどん時代は、あの、テクノロジーどんどん進むわけですよ、これからも。多分、過去の10年より、これからの10年のスピード、テクノロジーのスピードの方が圧倒的に速いと。これは間違いないですね。で、その10年後のスピードも、その、これからの10年よりもっと速いと。 多分倍速で多分今後はそのテクノロジーが進化していくと思うんですけどなぜならばロボットがロボットを作るからですねそうでロボットは進化していくとで人間が手を出せない領域まで計算できるしでまあ昔そのテクノロジーが進んでいく中であの多分ねあのそのエデンの空っていうのはその仮想空間 んに、その、バーチャルでね、もう作っちゃったんじゃないかなと。最終的に永遠の命、まあ、その、なんだろうな、いろんな戦争があったりとか、なんだろうな、いろんな、わだかまり、悩み、苦しみ。人間っていうのは、あの、生きてると悩み、苦しみがあるじゃないですか。お金の問題もあるだろうし、健康の問題もあるだろうし、いろんなリスクがあるわけですよ。で、最終的に選んだのが、 仮想空間で生きるとだそういう世界を作っちゃってそこで生きればいいんじゃないかみたいなだから要はこの体っていうのは箱であってただその箱に入ってるだけっていう考え方なんですけど僕はねでじゃあこの生身の箱を捨ててまあバーチャルで生きるっていうのを昔ね僕は大昔選んだんじゃないか で、ただ、あの、バーチャル空間でめちゃめちゃね、もう悩みもないし、健康の悩みもないし、もうすべてが幸せ。す、すべてに満ち溢れてると。だけど、あの、つまんなくなっちゃったと思うんですね。<laughs> 多分。毎日幸せで、毎日何もなくて、なんか、永遠の命で、 なんか苦しみも悩みもお金の問題も病気の問題も何の問題もない。なぜならバーチャルだから。作れるからいくらでも。<laughs> ね。デジタルで。うん。で、僕はね、飽きたと思うんですよ、それに。<laughs> で、その、まあ、その物語ではなんかそういう食べちゃいけないものを食べたとかね、なんかいろいろあるんだけども、多分それに飽きた人が、 もう一回箱に入ろうぜみたいな。もう一回生身の人間やってみないみたいな。それは禁断の果実みたいなね。禁断の薬みたいな。今度、久保さん、マトリックスまたやりますからね。意味深な。<laughs> おマトリックスマジでみたいな。だってあれ、もう十何年経ったと思うんですけど、なんでマトリックスまたやんのみたいなね。 僕もう終わりだな。あの続編は作られないと思ったんですけど、意味深ですよね。マトリックスにしときましょうか、久保さん <laughs>。未だに久保さんがね、マトリックスアフリエイトをね、こう言ってる。あの、ま、なぜマトリックスだったのかっていう逆に言うと。なぜ久保さんが、マトリックスアフリエイトに騙されたのかっていう、これは意味深ですよね。ま、いろんなあの時プロモーションあったんだけども、なぜマトリックスだったのかみたいなね <laughs>。 そう僕はあのマトリックスの世界っていうのはすごくねあの真実に近いんじゃないかなとすげえなんか思うんですけどうんそうでまああのまあ禁断の薬を飲んでですねあの生身の箱にまた入ってでまた時代は繰り返すっていう多分あと100年後か1000年後かわかんないですけどまたバーチャルになるんじゃないですかねうん ま、ぶっちゃけ本当にあれですよ。あの、一番空気を汚しているのは人間ですからね。だから地球から考えると、まあ、ロボットがどの主軸で考えるかわからないですけど、ね。ロボットが地球を主体として考えたときに、誰が一番愚かな生物なのかって考えて、地球を存続させるためには、どうすればいいのかっていうのを考え出した場合、 多分人間は不要なんですよ。うん。だけど人間を中心として考えた時にどうするのかと。でも人間を中心に考えたとしてもこの先、まあ未来はないわけですよ。申し訳ないけど。うん。だからまあ、まあね、火星に火星というか他の星に移住するか、それとも なんだ。もう地球の資源がもうなくなりますからね。だからその、あのー、まあ、R34 僕ね、手放そうと思ったら、まあ、いろんな要素あるんですけど、要はもうガソリン車がね、多分、もう、この10年で多分そのうち法案出ると思うんですけど、全部 EV、電気に切り替わってくると思うんですね。もうガソリンもなくなってくるんで、あと50年持つんだったっけな。 なんかあと多分ねデータなんか出てると思うんですけど50 100年はもうガソリン持たないと思うんですけどねでそのうち法案出て電気に切り替わると思うんですね、うん、そうなった時にまあ乗れなくなるなと思って、ね、<laughs> まあその風僕車乗るタイプなので乗れなくなるなっていうだから今、まあ、ずっと保有 ししててもどうせ乗れなくなくるし30年後ガソリン車乗れないんじゃないかなっていう考えた時にだったらまあ今乗れるうちに、えー、他の人に思い出を作ってもらって僕は新しいテクノロジーを体験してでまあ5年か6年乗ったら今度僕今度そのもしまあ,あれが売れたらですねまああの最新のテクノロジーの車を買ってまあそれはまあ ガソリン、まだガソリン車なんですけど。で、多分法案も出てくるし、どんどん電気自動車がもうどんどん出てくると思うんで、どうしたら次買うのは電気自動車買おうかなと思ってますね。うん。そう。な感じでなんか、まあ時代は繰り返すというか、うん。なんかちょっとぶっ飛んだ。マトリックスにしときましょうか。今回テーマ。マトリックス。 まあ、久保さんはどう考えてるのかわからないですけど、久保さんも結構ぶっ飛んでますからね。うん。多分、まあ、このい、何かこの億万長者合宿の、この神と神の対話のやりとりで、あのー、なぶっ飛んだ話もね、ちょいちょい入れていった方がいいんじゃないかなと。<laughs> 高次元の宇宙の話ですね。うん。今度ね、なんか箱に入ってるだけだなって思う。最近、 す,ごく思います、ね、うんそうまあ日本の言葉で言うなら魂みたいな話なんですけど、うん、だからまあな,なぜ人は夢を見るのかね無意識の中でなぜそれが映像化されるのかうんでその夢に見たことが現実になってしまったりとかなぜするのかとかね まあ僕はで、昔からデジャブっていうのがすごくあって、それ体験してないはずなんだけど、こう絶対体験したぞと。絶対見たことあるっていうのがね、なんか小学校の時からありまして、まあいまだに、まあ小学校の時の方がちょっと強烈だったんですけど、まあ今もあるんですよね、たまに。なんか震えるぐらい、これなんで見たことあるぞ、みたいな。うん。だから、 なんだなんだろうなまあうまくちょっと言えないですけどねまあとりあえず螺旋階螺旋その上と下をつながってると螺旋階段って面白いんですけど下から見てももう螺旋階段がこうあってん中心から螺旋階段の 中心の下から見たら同じ景色で上からの中心見ても同じなんですよそれはそうですよね螺旋なんてだから繋がってて一緒なんですよねこうでも中心から見ると下から見ても上から見ても景色は変わらないとほぼそうだ時代っていうのはなんかこう進んでるよう未来っていうのはこうこういう軸で進んでるような 感じかもしれないですけどまあ、トマベチさんもねあの脳科学のスペシャリスト,トマベチもあの未来は降りてくるんだとだからこのこう過去から未来に行っているようで実は未来から過去に行っているつまり、まあ、この線ではなく螺旋状になっていると、まあ、人生はいろいろありますからねだからまあここにあってこう降りてきてるみたいなねででその中そこをどこで見るかなんですよ 螺旋階段の中に入っている入っているとなんか進んでるように見えるんだけどもなんかこのどこで見るかですねでこの物の見方がどこを中心として見るかによってなんか謎が解けるというかうんまあその空気の話をすると、まあ、前の話にもちょっと精通する部分があるんですけど多くの人はその螺旋階段の中心軸で見てないんですよね。 螺旋の中に入っちゃっててで右往左往されてるわけですよいろんな社会の情勢とかあー周りの目とかこの螺旋の中に入ってるんでじゃなくて中心として見るとそうそれを客観的に中心として見れて全体像を見れるようになってくると違う思想とか違う考え方マトリックス的な考え方があー出てくるんじゃないかなと思いますけどね、うん ちょっとぶっ飛んだ話ですね。マトリックス思考にしておきましょうか。いってらっしゃい。